推し活は自由であれ。どうも、モカです。どうも、ピグモンです。はい、どうも、お久しぶりです。お久しぶりです。すいません、本当に久しぶり。お久しぶりで、はい、もうなんでかんでで、もう夏ですよ。うん、はい、で、今日は何やったな。今日は、先日、はい、大阪のビッグ、アワザビッグジャックっていうライブハウスに行ってきまして、はい、もう関西アンチのね、ライブですよ。よいしょ。これ。これな。かっこいいやろ、これ。かっこいいな。な。うん、ね、行ってきまして。ワンマン行ってきまして。はい。この時ですね、うん、この頃のビッグジャックの、うん、綺麗なお嬢様、うん、2人のメイクアップとヘアを、うん、まあ、やってるわけですよ、僕ら、うん、やってるね。なんかさ、僕らっていうか、まあ、私はかなりアシスタントで、そうそうそう、で俺が、まあ、メインでちょっとガーッてやって、シャーッてやって、バーッてやって、デーッてなってるんやけどな、うん、そのまあ動画に収めとこうかと、つうことで、うん、まあ今日は綺麗なお姉さま2人を、うん、より一層綺麗にしてみた、うん、っていう動画、うんうん、はい、ちゃんと看板娘のローズさんと、うん、綺麗なお姉さんのトレスさんの、うん、華麗なる変身ぶりを、うん、張り切って見ちゃってくださいな。はい、 あとおまけがあるんで、あのビッグゲストが出てますんで、このまあ見ればわかります。ビッグゲスト出ます。最後まで見てください。ではスタート。ビグモカー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 ビグモカチャンネル。わー、はい、ここからはアフレコでいきます。はい、なぜかというとですね、はい、まあトークを繰り広げながら撮影したんですけども、はい、ちょっとトークがちょっともう使えねえと。そうですな、うん、ピー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 なるやつやからね。ピグモカとかなるからね。そう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 、もうピグモカ、もうか見てこれ、もう、まあ、始まってますよ。もう立ててますね。もう動く動く、そう、ローズさんね。もうローズさん、これがね、あのビッグジャックの看板娘ローズ、うん、性別、うん、ローズ、うんもうね、こうずーっと喋ってんのよ、うん、俺もずーっと喋ってんねんけども、使えねえ使えねえ、うん、もうね、うん、そこ言うてる間にえらい立ってますよこれ。 ね、早送りでやってます。3倍速ですな、これ3倍速で。こう見ると俺なんか顔映さんかったら、うん、めちゃくちゃできる、うん、ヘアメイクさんみたいな。なあ、うん、実はね、これ頭をピョンって立ってるんですよね。そうそうそう、ピグちゃんは。そう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 、うん、動くなっちゅうねん。そう、動くからやりにくい、やりにくい、やりにくい。で、今回ね、その、うん、まあ、オープニングでも言った通り、うん、まあ、母さんアンチ、うん、ケンちゃんの関係、うん、ということで、うん、まあ、ケンちゃん昔やってた、うん、半分可愛い女の子、半分いかついっていう感じのことをやっていたので、うんうんうん、はい、まあそれをイメージして立たせるわけですよ。うん、小指なんぞ立てちゃって、なんかして本当に小指立ってるね。ずっと小指立ってる。逆毛3倍速でも、3倍速でも早いけど、うん、普通にやってても早いっていうことやね。そういうことやな、ね、はい、うん、でちなみにこれね、今使ってるスプレーは、うんうん、VO5 の、うん、何やったっけ、メガハード。あ、そう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 、うん、これがね、普通のハードではなくて、うん、メガハード、 これね、うん、ドンキンしか売ってないから。せやね。で、ちなみにドンキンしか売ってないわけですよ、うん、で、ちょっと数少なくなってきてるんで、うんうん、あのぜひとも俺の頭を立たせてくれとか、うん、私の頭を立たせてくれとか、うん、ヘアメイクしてくれとか、うん、言うと、なるべく持参でよろしくお願いします。ほんまな。うん、まあ、ちなみに、あの、立たせるのはビッグジャック限定なんで、よろ。よろ。よろ。他のライブハウスでは立たせないんで。うん、今、これ、はいはい、ちねってますね。ちねってますね。ワックス？ワックスですね。ワックスで、ちねってるね。はい、ずーっとちねってますね、これ。ちねりながら、喋る喋る、動く動く。動く動く。
小指も立てて頭立たせて小指も立たせて大変やな。大変やね、うん、ビッグジャックですからね。うん、なんて言って、何言ってるかもうピー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 って言ってるから、うん、なっとか言ってるから動くなって、すごく喋る、喋んねんで、しかもこれ周年の後の、うんうん、ライブ一発目やったから、あ、ビッグジャックのね、周年の、そうそうそう、周年で、うんうんうん、もう看板娘やからずーっと喋っとったから余計に、うん、あ、声がもうガラッガラやったしね、ガラッガラ、うん、こんな喋ってるけどほんまもうガラッガラ、もう何、うん、誰だっけ、あの歌手、あ、でもない、モンタ吉野家だったっけ、あ、そうそうそう、モンタ吉野家か、うん、もうモンタ吉野家並みの声でしたわ、うんうん、まあ、よう働いたってことやね、これね。ね、そうそうそう。こう見ると俺なんか自分で言うのもあれやけど、うん、かっこええな、手だけ見ると。手だけ見るとな、うん、できる人やな。できる人やな、うん。なんかこういうヘアメイクさ、いそうやもん。うん、いそう。そうやな、これな。うん、おい、うん、ほら、なんでかんで半分出来上がってるでしょ、これ。出来上がってきたね。ね、逆は全然やってるでしょ、これね。うん。うわ、もう動くなっつって、下向かせても、ほら。もうすぐ、だん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 もう。動くなっちゅうねん。そうそうそう。スプレーがね。そうそうそう、あ、こっちは、まあ、向かって右側は、女の子メイクやから、うん、こうやってくくって。で、一応ね、これね、夏なんで、まあ、アジサイとか、ひまわりとか、うん、ひまわりちゃうわ、朝顔か、うん、それをイメージして、でちょっと薄いけども、うん、青いのよ毛先、ヤンゲが、うんうん、だからちょっと青いね、ひ、あの朝顔っぽく、うんうん、なるほど、そうなんや、うん、開いてるんですよ、ちゃんと、ほら、あ、お前かわいい、あ、一周してこんな感じにヘアメイクは出来上がりましたと、俺のそのドヤ顔よ、うん、うん、で今からメイクやけど、はい、これからやるのは向かって左半分の何、ド派手メイクというか、ド派手メイク、うん、これなそう、眉毛全剃りでっていう、そう、いきなし眉毛剃ってって、うん、剃るの、うん、剃ってって言うから、うん、剃ったって初めてやわ、女性に全剃り、うん、そうなんや、ちなみにローズさんの肌綺麗、びっくりするほど、ほんまに綺麗は、羨ましい、シワもな、シワもないもん、脳みそのもそやけどな怒られるで、これ見た、これ見たローズさん怒られるで、いや、シワ、肌のシワと、うん、何、肌のシワか、そうやな、うん、顔のシワと、うん、脳みそのシワは反比例ってこういうことや、うん、比例してるんや、そういうことか、うん、あ、そう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 、頭シワいっぱいあるから顔、うん、もう言うたらんといて、もうな、そうやな、うん、いや綺麗な人よ、綺麗というかね、可愛い、可愛いな、可愛らしい、これは赤のは何で塗ってんの、これね、うん、なんや、歌舞伎とか、うんうん、オイランさんとかがやってる、うん、あの顔に塗るやつですね、顔料って、顔料やつね、このほっぺたんとこにも、ほんまはね、もっとちゃんと白くして、うん、やりたいんやけど、まあ、動くし目ピクピクピするし、うん、顔半分ので、これをやってたら、うん、まあトレイスさんが、うん、ピグモンキスのメイクもできるんちゃう、うん、なんか嫌な予感してね、またなんか、うん、某アーティストさんがキスのなんかやりたいとか言っとったから、うん、メイク俺がやるかもしれないっていうね、へえ、そうなんや、やりたくねえ、めんどくせえって言いつつやるのが俺なんやけどね、スウェーデン、これあーくちあくちあくちって言ってたから、ね、アンチをあくちあくちって、うん、あやめかわいいチューって
もうまずチューしそうになったチュー。そうなん。チューって。おいいやん、ええ感じちゃうこれ。いい感じ。ちょうどしてだからまあ半分は、うんうん、かわいいかわいい ね。これはテカらないというか、パウダーをトン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 ってこれは、ね、これはモカちゃんメイクですね。そうモカメイクで、モカメイクで垂れ目で、そう垂れメイクなんだけど、ローズさんもともとも垂れてるから、うん、私は釣り目でいつも垂れメイクやってたけど難しかった。だから むずい、逆に。なあ、そうやろうな。うん、だ俺も垂れ目や、うん、余計難しいんちゃうかな。うん、むずい。毎回やったことあるよな、うん、えらいかわいいな。かわいい、かわいいな、うん。でもこの時は、うん、私がやってる時は結構動かんとやってくれて、ね、なんで分からん。やっぱりキワを描いてるから怖かったんちゃう。そうかそうか、うん、ローズさん自身がピク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 ちょっと目尻を大きくしながら描いてます。これ眉毛かな、うん、眉毛やな。ローズさんってさ、うん、なんか年齢不詳よね。うん、そう俺らと変わらんって言ってもいいやん、うん、怖い怖い。これ涙袋、白、ね、白のラメで涙袋描いてる。ええ感じやん、うん、かわいくね。なあ、かわいく、かわいく、かわいく。これはちょっと赤っぽいかったかな、アイシャドウ。アイシャドウ、うん、そうそう、赤、赤っぽいやつな。そうそうそう、たこ何派手メイクの方も、うん、結局赤やから出た、出た、ディオール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 、リップグロスで、ディオール、デ、デオール、デオール、なんでメイク、そう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 、なんかわいい、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 オッケーす、オッケーす、うん、かっこいい、おおいいね、うん。おー、いいね。あ、かわいいね。あ、もう好き。はい。声が。はい。はい。はい。セルフで回っとくわ。回っとくわ。ええやー。はい、こちらこそありがとうございました。ビグモカ。ビグモカ。はい、次はトレイシーさんの髪を立てております。はい、はい、もう今回もね、うん、ね、でも何が一番ええって、うん、もうトレイさん動かねえもう動かねえ動かぬ動かぬ、もうねすんげえ榊入れやすい、うん、入れやすそう。動くなって言うとちゃんと動かないし、うん、こうもう何、いや動くなって言わんでも動いてなかった。そうそうやね、うん、そうやねすっげー榊入れやすい、うん、で今回の一応テーマは、うん、ヒロミさん、うんうん、今回スペシャルゲストに来たヒロミさんの頭、うん、でっかい頭なんやけど、うん、そんな感じしてくれ言うから、うん、まあ、一応大きくは頑張ると、うんうん、ただ、うん、長さが足りんからあそこまででかくはならねえよと、うん、だけどなるべくでかくするよと、うん、翼やじ並みにでかくは頑張ってやってるよと、うん、翼やじかっこええな、トレイシさんな、かっこええ、かっこええね。トレイシさんは、うん、ビッグジャックのオーナーですね。はい、ちなみにさっき言ってたヒロミさんの髪型は、はい、ヒロミさんのツイッター X なり、あとケンジさんのツイッターの方にも写真が載ってたからアップされたな、うん、それを見ていただければ、それをまた検索してみてくださいな、はい、一応概要欄に貼り付けようかなと思うけど、あ、ケンジさんの、そうそう、ケンちゃんとヒロミさんの、はい、はい、また付けときます。ほら、ほんま動かんでしょ、うん、動かんな。一人目のやつの頭やるときはやつやるやつの頭は半分だけやけども、うん、もうあれですよ、半分じゃなくて全体的に立たせてんのに、うん、時間、うん、めっちゃなあ
サシャシャッとサシャシャッ とシャシャシャッとしてるね、うん、これ3倍速やけども、うん、実際問題やっててもどんぐらいやろ3倍速やろ、うん、だいたい10分15分ぐらいかな15分もかかってんかな、うん、これ赤さっきのローズさんの目にやってたあの顔料を使っている、ね、そう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 、うん、もう言うてる間に出来上がりそうやな。そうやな、もう言うてる前でほんまに赤入れて今整え始めてるからな、うん、まあ何しか早かったこれは作るのは、うん、なあ簡単簡単、うん、簡単、うん、どっかの誰かさんより簡単。もう後ろペコ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 なんかゲラゲラ笑ってわしはもう終わりましたわみたいな感じでな、うん、こっちはめっちゃ真剣に立たせてるっちゅうね。落ち着け落ち着けローズ落ち着け。止まったら死ぬよやつ。そうなほんまに狭間カンペみたいな写真ピコピコ撮りやがってほんまに。まあ言うてるまでやで、うん、うん、はい、もう赤もできて入れて、うん、今整え終えてって感じかな、うん、はい、もうちょっとでできるけど、はい、うん、まあ、次9月かな、はい、じゃあね、はい、知らんけど知らんけどまあそういうことでもうちょっとやな、はい、はい、出来上がりましたー。はい、かわいいね、かっこいい。ビグモカビグモカいるか。あ、いける。あの、もしよろしければ。どっちも。ちょっと待ってや、私。はい、あ、トレイさんが映る。ここ。あ、ありがとうございます。行きますよ。はい。ゼロでええねんな。ゼロで、ゼロがいい。チュルチュルがいい、チュルチュルがいい。え、こんなチュルチュルがいいや。早いね。綺麗ね。こんなチュルチュルなんや。あっって言ったらごめんなさい。まあそれはそれで。いやっけ。この辺まで。ええー、オッケー。自分でやったら鏡いっぱいいるもん、ね。よ。長いところどんどん減っていくの。わかる。私ら5年ぐらい前に2人ともスキンヘッドしてたんですよ。早いな。スキンヘッド。だからあのジレットのジレットっていうカミソリ6枚刃の、はい、あれでねつけて、そっちも、うん、お風呂場で下向いてそんなんで、あの反れてるとことそれてへんのが分かるんだよね。ベンさんなんかあれやで、あれ右と左違う気するけど、どういうこと。まあまあ違くてもいいですよ、ね、そんなノリ。電気いるな、うん、え、もう取れてる。手上伸ばさない。あれそうとか、うんうん、ベンさんも全剃りか。あれ全剃りって眉毛。眉毛全剃りですよ。全剃りが楽やね。もう楽でしゃあないです。気にせんでいいし。私も今全剃りしてもらいました。今。今ですか。今。私も全剃り。楽やね。楽。ただ汗かいた時だけが。うん、ああ、あの眉毛のコート塗ればいいんですよ。あ、そんなんあるんですよ、あるんですよ。100均とかに売ってますよ。100均に売ってんよ。売ってますよ。そこに眉毛の形で塗ったら、そう、あの透明のね、あの、なんていうの、ちょっと一回上げてもらっていいですか。あのマニキュアみたいな、うん、なるほど、透明のやつが売ってて、いいや、それ持ったらもう大丈夫だよ。終わり、終わり終わってない早っ、一瞬やん。ありがとうございました。めっちゃ早かった。チャンネル登録よろしく頼むで、愉快で楽しいビグモカチャンネル。知らんがな知らんがな、ちゃうがな、知らんけど。